始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。はい、僕一人ということは、しょうちゃんにドッキリじゃないな。ドッキリなのかな？ドッキリを仕掛けていきたいと思いまーす。イエーイ。昨日の夜ですね、しょうちゃんが、まあ、昨日の夜だけじゃないな、最近なんかすごいパフェが食べたいって言ってるんですよね。パフェが食べたい、パフェが食べたい。で、食べに行こうよって言ったら、食べに行くまでもないな、とか言ってたんで、じゃあどうしたらいいんじゃん、みたいな感じなんですけれども。というわけで、寝起きで急にパフェが出てきたらどうなるかはい、というわけでですね、しょうちゃんが寝てる間にパフェを作りたいと思います。で、寝起きで起きて速攻パフェを食べてもらおうと思います。終了。というわけで買ってきました。材料、デデン、いちごスペシャル。これ下に入れるやつ、スポンジの代わりにこれ使いたいと思います。なんかもう簡単にパパッと作れたらいいなと思うので、もうカットフルーツ、ミックス、いろいろ入ってるやつ買ってきました。あとはヨーグルトだったりとか、アイス、スーパーカップなどもお手軽デザートを言ってもうこんなんでちゃちゃっと作ってびっくりさせたいと思います。パフェ用のね、ちょっとグラスがないので、これで、ね、やっていきたいと思います。そしたらレッツがひょにょ。てかあれですよね、これめちゃくちゃ懐かしくないですか、このパン。なんかもう学生の時とかに食べてた。はい、こんな感じでちょっとカットしたので、まずグラスの一番下にペペンペペン、入れまーす。こんなもんかな、もうちょっと入れるかな、せっかくだから。はい、じゃあこんな感じで入れました。そしたら次にヨーグルト、もうヨーグルトはもうそのまま入れちゃいます。ここにね、これでね、ベンベンちょっとね、下の方に、あ、これ先に下にもちょっと入れとけばよかったのかな。まあいいか。そしたらもう一回ちょっとこれ入れたいと思います。そしたらね、次アイスをのっけていきます。はい、ドンドンドン。はい、こんな感じでのせました。このフルーツをちょっと盛り付けます。これセンスだな、センスが試されるな。はい、というわけで、お、いい感じ。こんな感じでフルーツを乗せてみました。で、最後にホイップをかけて完成です。はい、完成しました。どうですか、ジョッキパフェ。美味しそうにできた。はい、そしたらこれを寝起きのしょうちゃんに食べさせようと思います。終了。ひょにょ。しょうちゃん、しょうちゃん、しょうちゃん起きて、しょうちゃん起きて、早く起きて。なに、はい、なにこれ。朝ごはん、朝ごはん、朝ごはんには見えない。朝ごはんできましたよ。ありがとう。え、なに、なに、なにこれ。しょうちゃんがね、パフェが食いてぇ食いてぇって言ってたから、えへへへへ、待って、俺顔ひどいからさ。朝パフェ、朝、朝は重い髪あれだからちょっと帽子かぶって持ってきてじゃん。うん、はい、はい、念願のパフェですよ。いや、朝は重いわ。パフェじゃないのよ。パフェじゃないの。寝起きパフェよ。いや、ありがとうございます。うん、いただきます。どうやって食べたらいいの、これ。どっから食べていい。もう好きなのから食べて。うまい。いいね、おいしい。いいでしょ、寝起きのパフェ、うん、優雅じゃない。もうちゃんとしたテラスとかで食べてたらもう完璧だから。どうしたの、なんでこんなフルーツあるの。え、買ってきたの。あ、そうなの。うん、うん、おいしい。で、下に使ってるのは、うん、あのいちごスペシャルっていう、あの、おう。
あの、駄菓子パンみたいなやつ。いや。あれ、言ってるよね。あれ、いちごスペシャルは、俺が一番お世話になってきたパン。ね、めっちゃ食べてたって言ってたよ。なんで多分、一番パンランキングって多分、一番殿堂入りだと思う。うん。だから俺も食べてたもん、学生の時とか、ちっちゃい時。うん。食べる？いや、いらない。俺は、なんでいらないんだよ。朝からそんなの食べれない。なんで作ったんだよ、じゃあ。俺ちょっともうちょっとあの胃に優しいものを左右とか飲んでおくから俺。ひょにょ。いやどうよ、美味しい。美味しいですもちろん。そりゃ。でヨーグルトも入ってるからさ、うん、ちょっと朝っぽいでしょ。うん。美味しい。うまいうまい。ね、なんか他のが甘いからさ、なんかヨーグルト甘くしなくていいかなと思って。あはんはんはん。合う合う。すげえな、朝からよく食うな。食べれるけどさ。一口だけちょうだい。アイスのところがいいな。ただそんないらない、そんないらない、そんないらない。うんうん、アイスが美味しい。うん、いいね。全然食えるけど。ほんと？で、俺今度朝から焼肉焼いてやるから食べてね。絶対無理。もう焼肉とか絶対無理。朝から俺多分いけると思う。いける？じゃあ俺今度作っとくわ、朝から焼肉。オッケーオッケー、やれる。すごいな。でタイマーとかで測っていたな、何秒で食えるかみたいな。寝起き、早食い選手権。そうそう、よかった、ありがとうございます。いやすごいね、もう完食するじゃん。うん、うん、はい。ありがとうございます。はーい、というわけで今回は寝起きでパフェを食べさせてみました。ありがとうございます。まあ、喜んでくれてよかった。うん。美味しかったぞ。すごいな。よく食べれたな。うん、はい。というわけで、今回の動画は終わりにしたいと思いまーす。はい、気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトクもお願いします。ではまたー。また寝ていいよ。ん？大丈夫？うん。